こんにちは、カポです。今日の動画は念願のルックブックをやっていきたいと思います。最近 ZOZO タウンで購入したお気に入りアイテムを使って7コーデ組んでみました。最近購入した中でも特におすすめの推しアイテムを使ってコーデを組んだので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは初のルックブックやっていきたいと思います。スタート。まずは2000円台で買えるワンピースとファーベストのコーデです。このワンピースは最近ずっと着てるんじゃないかなっていうくらいお気に入りのワンピースで、生地もしっかりしていて形もすっごく綺麗です。この値段でこのクオリティのワンピースはなかなかないと思います。そしてすごくコーデが組みやすいので、今着ているファーベストとかジャケット、ロングコート、あとはダウンにも合うので、コーデを組むのが苦手な方にもおすすめのワンピースです。今回はブーツと合わせてるんですけど、スウェット生地なのでスニーカーにも合うと思います。色展開は白、黒、グレーの3種類があって、もともとはグレーを買うつもりだったんですけど、ちょうど売り切れたので渋々黒を買ったんですけど、今はね黒で良かったなと思ってます。まあ3色ともすごく可愛いんですけど、黒がやっぱりコーデしやすいので黒がおすすめです。このミスティックのファーベストはすごく人気で、店舗でも ZOZO タウンでも売り切れだったので予約して購入しました。冬場はこういうモコモコがね可愛いですよね。はい、続いては紐付きベストと紐付きジャケットのコーデです。2つともカスタネのアイテムになります。このキルティングベストは結構前から気になっていて、最近やっと購入できたんですけど、これ1枚でかなりおしゃれになるのですごくお気に入りです。結構生地が薄めなので、どの季節にも万能に使えると思います。ただ冬は結構寒いので、重ね着をしておしゃれとして使うといいかなと思います。前についてるこの3つのリボンがすっごく可愛くて一目惚れしました。色展開は黒、白、カーキの3種類があって、まあ白と黒の方がコーデはしやすいかなと思います。一見コーデが難しそうに見えると思うんですけど、 T シャツとかワンピースに羽織るだけで一気におしゃれに見えるので、持っていて損はないかなと思います。はい、続いてもカスタネのジャケットを羽織っていきます。このジャケットは実際に店舗に行って店舗で購入したんですけど、 ZOZO タウンを確認したところ、単色カラーはあったんですけど、この柄だけちょっと見当たらなかったです。このジャケットは形が本当にベストで、ジャケットなのに結構ゆったりと着れて、首元も大きく開いてるので、きっちりとしたジャケットが似合わない方にはすごくおすすめです。私はジャケットが似合わないんですけど、このジャケットは本当にゆったりと着れるのですごく愛用しています。はい、続いてはランキングにも載っていたカラーカーディガンのコーデです。このカーディガンはもう2ヶ月前とかから ZOZO タウンのランキングに載っていたアイテムです。私はこういうピスタチオっぽいカラーがすごく好きなのですぐ購入したんですけど、画像と実物を比べると実物の方が若干黄色みが強かったです。カラーものって着てるだけでテンションが上がるので好きです。4つ目はベルト付きのキルティングコートです。このコートはベルトに一目惚れして購入したんですけど、とにかくあったかいです。裏地にファーのボア素材を使ってあるので、重ね着をしなくても本当にポカポカあったかいです。ただボア素材が使ってあるっていうのと、キルティングの中に綿も含まれているので、若干着膨れして見えるかなっていう感じはあります。すごく暖かいっていうのと、首元のこのベルトがポイントになってすごく可愛いアウターです。色展開はカーキとブラウンの2色展開で、私はカーキを購入しました。このアウターはパンツにもスカートにもワンピースにもあって、すごくコーデしやすいので、ぜひ参考にしてみてください。続いてはカラフルニットと白アウターのコーデです。カラーニットは最近購入して、セレクトモカの白アウターは昨年購入したものです。柄ニットとかカラーニットはあまり購入するタイプではないんですけど、この柄ニットは一目惚れして購入しました。デザインもそうなんですけど、腕のゆったり感のあるデザインがお気に入りです。さすがにニット1枚では寒いので、昨年買ったセレクトモカのアウターを羽織っていきます。デザインに一目惚れして昨年購入したんですけど、今年はねこのデザインすごくいろんなところで見かけて、ローリーズファームにも似たようなアウターを見かけました。1枚でおしゃれに着こなすことができるので、こういうちょっと変わったデザインのアウターを持っておくのもいいのかなと思います。セレクトモカは可愛いデザインのアイテムがたくさんあるので、ぜひ覗いてみてほしいです。色展開はカーキ、白、黒の3展開になっていて、比較的どれでも合わせやすいと思います。はい、残り2コーデは友達にコーデを組んでもらいました。友達は単色コーデがすごく得意なので、単色コーデをメインにコーデを組んでもらいました。最近はブラウンとかベージュ、白の単色コーデがすごい流行ってると思ったので、単色のプロに任せてみました。最近はこういうマーメイドスカートが流行ってると思うんですけど、このマーメイドスカートは本当に形も綺麗でスタイルもすごくよく見えるのでおすすめです。
はい、7コーデ目がブラウスのコーデです。このブラウスがとにかくお気に入りみたいで、前後ろどちらでも着れるタイプの 2way のブラウスになってます。一応ね、友達には前もってお気に入りポイントとかを聞いてるので、それを話してます。ブラウスももちろん可愛いんですけど、このスカートもね、私的にはすごく可愛いなと思います。やっぱりヌナの商品は本当に可愛いので、単色コーデが好きな方は特に覗いてほしいです。はい、以上で初のルックブック終わりたいと思います。この動画が好評だったら、これからもファッション系の動画をちょこちょこ出したいなと思ってるので、ぜひ高評価コメントよろしくお願いします。それでは今回の動画も見てくださりありがとうございました。次回の動画もぜひ見てください。バイバイ。